はい、じゃあ早速やっていきましょう。毎日学習会の林です。よろしくお願いします。今日は上智大学の公募に、いわゆるこうその通信制とかそういうところのこれも受かるかどうかってお話をちょっとできればなと思います。よろしくお願いします。で、結論から言うとできるんですね。で、例えば通信制で内申送って、で、英検とかも取っててっていう子が今年も合格してます。で、どういう形で合格したかっていうところをちょっと話すと、社会福祉学科もこうだったんですけれども、社会福祉学科ってなんかその政治経済関係 の、 その問題がすごい出てくる感じなんですけど、例えばその政治経済関係の問題の資料集の中で社会福祉学科に出てくるのってせいぜい10ページ分ぐらいなんですよ。で、そこの10ページ分を覚えてしまえばいい。それは別にノートに書くとか問題解くとか、あとは例えば社会福祉学科であればそのうち過去も7年分今あって、で、あとその種類が5種類あるから35年分あって、で、編入とかも含めてほとんど同じ問題やってるんですよね。で、ほとんど同じ問題をそのやってる中で、そういうふうなところをなんかこうちょっとやっていこうとか、そういうふうな話もできると思うし、だから結構こう、なんていうんだろう、こういうふうにやればいいっていうのが割とこう明確な学部ではあると思うから、そこら辺はやっぱりしっかりやっていくっていうのは、これは考え方としてやっぱりすごい大事なんですよね。だからそこら辺をちょっとやってみようとか、そういうのはなんか考えててもいいかなっていうふうには思うんで、そういうところだったりとか、ちょっとなんかこう自分なりにやってみるっていうのはすごい大事で、とにかく分量を多くやる。あとは回答例を基本的にうちで出してるので、その回答例をそのある程度参考にしながら、こういう感じでやるんだねっていうふうなところを、しっかり見ながらやっていくっていうのが、それはそれで考え方としてはやっぱりすごい人になってくると思うから、そういうところをやっていくとかですね、そういうのはやっぱり非常に大事なので、ちょっとそういうところをですね、自分なりに考えてやってみていただけると相当変わってくるかなとは思います。なので、そこら辺をとにかくですね、徹底的にやってほしいなというふうに思っているのが今のところです。で、あと面接の対策ですね。やっぱり面接の時にこういわゆるその通信制通ってというところは、元々だからいわゆる一般的なその定時制、いわゆる普通の学校に通っていて、でそこからこうそのいわゆる通信制に入ったとかってことに関して何か言われるんじゃないかとか心配してるケースってあると思うんですけど、それはそのやっぱり学力面での心配ですよね。ただ少なくとも内申がいいってことが学力がいいことを保証しないけど、英語の資格も取ってて、あとやっぱり受け答えですよね。だからこう面接とかで受け答えしてて、この人まずいんじゃないかなと思われたら聞かれる可能性はあるけれども、そのちゃんとね、だからその35年分とか本をやってて、必要な知識も一人ついてて、で、あといわゆるその事前提出レポートとか、死亡入所とかでも、本当にちゃんと勉強したんだなっていうことが分かれば、そういうことは別に聞かれることはないし、聞かれてもちゃんと答えられるから。やっぱりそういうその事前提出レポートとか、その死亡事由書とか、そういうのをこうしっかり対策をしておくっていうことが非常に大事で、どういうふうに対策すればいいかって話はまた後でしますけれども、そういったところをですね、ちょっと非常にこう、力を入れてやってみていただければなと思います。よろしくお願いします。